るつもりないから、は言えないんですよ、うん、先輩だし。そうだ、神宮球場行ったら応援団すごい、ね、こんな世界があったのかっていう青春ドラマかね。はい、こんにちは。じゃあ今日応援団だった人々シリーズ、今は会社入ったけど、はい、4月でこの今ちょっとコロナとかで自粛とかじゃん、はい、どうなの。なんで本来であれば、うん、本社の方に、うん、研修で行く予定だったんですけど、うん、もうそれがもう全部自宅研修になりまして、自宅相変わらず実家で、うん、パソコン、あ、本社はもうどっかだから、うん、どっか遠く行こうとしてたの。そうですね。だけど遠くの地で一人で行こうとして準備してたけど、もう今そうなんですよ。だからもう荷造りを全部済ませた状態で、うん、1週間前になって、まあ、コロナで延期です。延期、はい、で今1ヶ月2ヶ月経ちますと。そうですね。あら、こんな状況だからさ、はい、でも結構見てるとさ、応援団もさ、はい、なんかなんだ、ラインアート作ったとかさ、はい、あー、ズームで新刊したとかさ、はいはいはい、SNS で結構やったりとかで、本当にやばいじゃん。そうですね。で、応援団で横山くん、全然俺何も気にしなくていいから、なんか学年の違いとか、はい、横山くんなりのその応援団こうだよとか、はい、こうだったよとか、はい、まあそういうのを本当に自分の中央にこだわらずとか、はい、応援団ってこういう風に思った的なところを教えてくれたら、あ、なんか面白いかなと思って。応援団、僕も入る前思ってたのが、すごいやっぱり上下関係が厳しくて、まあ、先輩の言ったことを絶対守る、もう下級生は有無を言わさず言われたことを、必死にこなしていく、で、まあ、耐えるのが美徳、はい、自分を殺して、選手とか見てる人に、まあ、貢献するじゃないですか、うん、っていうイメージで、実際そういう風なのが応援団の元祖だったと思うんですけど、ちょっとこう時代の変化とか、あとはこうチアとかブラスが併設されるなどして、やっぱり僕の中でもその考え方には完全に同意できなくなってきて、続けてる。やっぱり確かに耐え忍ぶことは大事だし、上から言われたことを必死にやることも大事ですけど、それだけだとなんかもう何も考えずに言われたことをやるっていう、まあ、デクノボみたいな、はいはいはい、人間になっちゃうと思うんで、しっかり考えて、まあ、言うときは言うっていうことも大事だと思いますし、はいはいはい、必要のないというか、まあ、きついにもいいきつさ悪いきつさと思うんですよ。例えば、まあ、もちろん意見は人によって違いますけど、荷物持ちで結構応援がその後にあるのに、やたらとこう荷物を一人に持たせすぎて、後輩に持たせすぎて、応援に体力が残ってないみたいなことも、はいはいはい、まあ、自分自身も経験して、うん、同期何人いたの？僕は同期がリーダーはいなかったんですよ。ああ、もう一人でいっぱい持って行ってたわけだ、はい、そうですね。で、チェアとかブラスにそのリーダーの荷物持たせるわけにもいかないんで、うん、もう神宮行くときなんかは愛子を右手で持って暖気、うん、をこう担いで、うん、で後ろにダウンのバッグを背負って、うん、で太鼓の足をこっちの肩にかけるみたいな、うん、もうこのスタイルで、なんかもうね、涙出た本当に涙出たわ。出てないっすいやなんか目頭が熱いわ。なんかそれもう運び屋でした、ね、なるほどね。そういう経験して、はい。あ、お前らなんで入ったの？入るつもり全くなくて、ただ6月ぐらいまであるサークルにいたんですけど、うん、え、茶道とか、あ、見えますね、サラダ。なんだろうなと思って。テニスやってたので、テニス、高校時代に、うん、テニスサークルに入ったんですけど、うん、結構ザ・大学のサークルって感じ。あ、そうですね、うん、なんかテニスもやって、うん、飲みも激しいみたいな、うん、そういうサークルで、うん、まあ、ただ僕テニスそんな上手くなくて、うん、で結局サークルって言ってもやっぱ上手いやつがモテるんですよ。なるほどね、なるほどね。そうなんですよ、モテたいもんね。モテたいですね上手いやつがモテるし、うん、中心になるし、うん、なんかサークルのもういいところを全部いいとこ取りしていく、うん、僕はもうここにいても、うん、もう出しにされるだけだと。なるほど、やってらんねえ。なるほど、中大の某デニスサークルあ、でもで6月になって、うん、ふらふらと大学を歩いてた時に、うん、その代のリーダーの先輩がまだ通い続けて、うん、なんで、ね、僕
僕の1個上でした。はいはいはい。勧誘何回か受けてたんですよ。うん。なんで狙われるんだろうね。なんかリーダーとか、うん、なんか憲法部とか、うん、アメフト部とか、なんかそういう体育会系結構勧誘受けてっぽい顔してるもんね。なんか顔だけで分かる。分かんないですけど、そうなんですよ、うん、でリーダーがもうしつこくてしつこくて、うんうん、入るつもりないからもう勧誘してこないでとは言えないんですよ、うん、先輩だし。そうだね。なんだけど、まあ、チラシは一応もらうけど、うん、まあ、それもなんかポイって捨てたりして、うん、いや大学これからどうしようかなと思ってて、でそしたら夜中の12時ぐらいに電話かかってきたんですよ、はいはいはい、知らない番号から。はいっつった、応援団の副団長のなんとかっていうものなんですよみたいな。時の副団長から電話が来た。時の副団長から、はい、うん、会ったこともないし、はい、これ多分勧誘の話が言ってるんだろうなと思って、うん、一回名前書いたりしたんだ。おそらくそうなんでしょう、うん、電話番号とか。ただ12時に電話かけてくる時点でもう非常識もいいところじゃないですか、まあまあまあ、知らない人から。でもうこのままじゃ拉致が開かないと思って、うん、分かりましたっつって押しに負けて、一回じゃあ見学は行きます、うん、見学は行くんで、もうその時にもう決めますって言ったんですよ。もうその時にきっぱり断ってやろうと、うん、そして、野球応援行ってみたらすごい、おお神宮球場行ったら応援団すごい、うんうんうん、こんな世界があったのかっていう、うん、自分の中で応援団のイメージが180度入れ替わったわけですよ、はいはいはい。なんて言うんですかね、青春ドラマかのような、うんうんうん、こう飛ばしる汗、太鼓の音、はいはいはい、全力でみんなで声を出す、はいはいはい、あとはブラスバンドのラッパの音、うん、で必死に頑張ってる選手たち、こんななんか青春ドラマみたいな光景にが本当にあるんだと思って、うん、結局その場で入団を決めました。素晴らしいじゃない。なんか結構新入生勧誘とかさ、バーってやってる姿だけ見るとさ、はい、あと応援団入ってよって言ってくる人見るとさ、はい、ちょっと突っ放たくなるよね。そうなんですよ。わかる。ぐいぐいと。そう。さらさらなかった。でも、いや応援やってるとこ見るとすごいんだよね、はい。やっぱり応援団って見なきゃわからないですよ。そうだね、はい。イメージが一人歩きしたっていう。そうだね。キラキラしたテニサーから入った横山くんね、はい、からの話はちょっと響く人いるんだよね。そういう。だから大学ってやっぱり最後の学生時代じゃないですか、うん、はいはいはい、なんかこう自分が自信を持ってやりきったっていうものがあればいいと思うん で、 で応援団って全員リクラーじゃないですか、うん、でかつそのスポーツ推薦とかもないから、うん、なんていうか、ね、みんな素人からスタート地点同じなんですよ、はいはいはい、確かにきついし勉強との両立も大変ですけど、4年間やり通せばぐんとこう人が変わって、そうだね、磨き上げられるよね。ゴロッと転がった原石がさ、はい、ツヤツヤのダイヤにちょっとそうなんですよ、なるなっていうのは思うけどね。でも辰口さんもその経験があって、うん、もう今この帽子をかぶっておられると思うんですけどよくわかんないけど、はい、応援団の素晴らしさを発信していこうと。そうなんですよ。そういうふうにやってるんだけど、で今全体的な応援団のさいいとことか横山君に置き換えたエピソードを教えてくれたんだけどさ、はい、横山君のいた中来独特のさ、はい、なんかすげえポイントとかあったらさ最後に教えてよ。中大はとにかくスポーツの名門なんですよ、はいはいはい、スポーツがもうすこぶる強いと。箱根もいつも見ますもんね。箱根はもうあの連続出場記録とか、ね、連続てか優勝回数とか、はいはい、いろんな記録持ってて、はい、まあ、最近はなかなかどこも強くなってるので、うん、あれなんですけど、まあ、箱根とか野球も去年秋のリーグ戦で優勝してますし、準硬式野球部ももう全国大会常連校で日本一も取り組んできましたが、まあ、本当に陸上部、ボート部、相撲部いろいろ応援行くんですけど、もう本当に言葉通り優勝の瞬間に立ち会えることも、なるほど、逆に決勝で負けて悔しいみたいな、うん、そのなんかやっぱり選手がすごい頑張ってるんで応援もしがいがあるんですよ、うん、あとは学校のバックアップもすごい中大応援団はしっかりしてるので、はいはいはい、入学式、卒業式とか、まあ、そういう学校の主要な行事を応援団ちょっと盛り上げてよと。そうなんですよ。公的機関っぽい部分あるからね、応援団って。そうです ね。で、なんでこれほどあの応援団にとっていい環境が整った大学はもう中大が、まあ、他にもいろいろありますけど中大も素晴らしい環境を整ってるので、
もうぜひ中大生は入ってください。まあ一回ね、一回行った方がいいね、はい、今ねリーグ戦とかないからどうしたらいいかな、映像を見てとかかな。横山君なんかおすすめの映像とかなんかあるんですかね、ネットとかに。なんか入れ替え戦すごいかっこよかったけどね、横山君の。あ、見ていただきました。もちろんだよ、なんかないですか、ダンス入れたら出てます。あ、じゃあなんか後で URL 入れといてください。あ、 OK です、 OK です。じゃあ概要欄に URL を、横山君かっこいい、これ見てくださいってやつをね。そうだね、はい、なるほどね。今日横山君があの全国の応援団とかそういうことだ。逆に中大のおすすめのところを教えてくれたけど、本当にそんなサポート体制も充実して素晴らしいね。あ、そうですね。だから逆にこの前岡本くん出てくれてさ、はい、結構ほら結構応援団と反対なタイプやんか、根は、はい、なんかアニメ好きだとかそういう、でもそういう人でも全然できる、逆に言うと。そうなんですよ、だから多様化してて、はい、いろんな人がこうレギュラーになれてっていう。なんか応援団って閉鎖的なイメージと思われてるんですけど、うん、もう逆なんですよ。もう全員に門戸が開かれてて、はいはい、でしっかり頑張ればその人なり4年間であのこれをやりきったぞっていうチェックが持てるっていうのは。意外と運動神経とかだけじゃないもんね。そうですね、なんか楽しいですよ、はい、楽しい。その中で、ね、何百人とかの席をまとめたりするのを考えるんだぜ。楽しいよね、本当に楽しいですね。ちょっと今回はこのぐらいにして、またちょっといろいろ聞きたいことが僕話したら出てきちゃったんで、ちょっと時間の収まらなかったんでね、今回はこのぐらいにするんですけど、はい、横山くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。